さん、はい。鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ、虎の毛皮でできている、強いぞ強いぞ、5年履いても破れない、強いぞ強いぞ、10年履いても破れない、強いぞ強いぞ、はこうはこう鬼のパンツ、はこうはこう鬼のパンツ、あなたも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 、みんなではこう鬼のパンツ。じゃじゃん、誰のパンツでしょう。トラさんかな。正解はじゃじゃーん、鬼のパンツでした。さっきも手遊びでやった鬼さんのパンツはとっても強いトラさんの柄なんだね。最近はね、みんなもうおむつじゃなくてこうやってカラフルな柄のお兄さんパンツやお姉さんパンツになってる子もたくさんいるよね。まだおむつだよっていうお友達もかっこよかったり、かわいいお兄さんパンツお姉さんパンツを履けるように頑張ろうね。じゃあ動物さんたちはどんなパンツ履いてるのかな、ちょっと見てみようか。じゃ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 ん、あれあれ、このパンツは誰のパンツかな。あ、笹の葉っぱが書いてあるね。この前みんなも七夕の時に短冊っていうのにお願い事を書いて笹の葉っぱにつけたよね。この笹の葉っぱが書いてあるパンツ、誰のパンツだろう。わかったかな。正解はじゃ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 ーん、パンダさんのパンツでした。パンダさんは笹の葉っぱが大好きだから笹の葉っぱのパンツを履いているんだね。じゃあ次は次はじゃじゃん、あれ、大きな人参が描かれているね。誰のパンツだろう。ヒントはぴょんぴょんぴょんって耳が履いている動物さんだよ。わかったかな。あ、すごいね、みんな早い。正解はじゃじゃーん、ぴょんぴょんぴょん、うさぎさんのパンツでした。うさぎさんは人参をもり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 って食べるから人参さんのパンツなんだね。とってもかわいいね。じゃあ次は誰かな。じゃじゃん、誰のパンツだろう。お肉が書いてあって、あれあれ、みんなちょっと見て、少しだけ頭が見えてギザ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 ってなってるね。誰のパンツだろう。すごい、みんな早いね。もうわかった。じゃあ正解はじゃじゃーん、ピンポンピンポン、ライオンさんのパンツでした。ライオンさんはどうやって鳴くかな。ガオーだよね。そう、ガオーって鳴きます。ライオンさんのパンツは大きいお肉が書いてありました。次は次は誰のパンツかな。じゃじゃん、これが最後の問題です。赤くて点点点って黒い丸がいっぱいあるね。誰のパンツだろう。わかった、早い。正解はじゃじゃん、ピンポンピンポン、テントウムシさんのパンツでした。とっても可愛いパンツだったね。みんなはどんなパンツ履きたいかな。お星様のパンツとか、アンパンマンのパンツとか、プープーって車のパンツとか、いろんな柄の素敵なパンツがたくさんあるよね。みんなもお兄さんパンツお姉さんパンツ履けるようにトイレ頑張ろうね。はい、こちらのね、厚紙を使って描いていきます。まず厚紙を半分に折ります。半分っていうか上の方がちょっとちっちゃくしたいので、ちょっと上をちっちゃめに折ります。まあ、これはサイズをね、見るためのものなので適当で大丈夫です。はい、では1枚ずつ描いていきます。で、お尻はね、全部同じサイズになるので5枚重ねて切っちゃいます。重ねて切るときは
ホチキスをしっかり留めてからやるとずれにくいです。はい、こんな感じでね、切れましたら全部書いていきます。で、そしたら顔も描いていきます。隠れるようにこのサイズに収まるようにしましょう。はい、で顔が描けたら切っていきます。はい、こんな感じでね、絵が描けたら、こういう割りピンって知ってますか？これはね、アマゾンでこんなにいっぱい入って200円とか300円ぐらいでした。こういうのが割りピンって言います。で、これをここにつけるんですけど、今こう赤なので赤をつけます。こうやって回した時に、こうやって隠れるようにつけたいので、この割りピンが入る部分の穴を開けます。ちょっとだけ、これ開けすぎないように気をつけてね。で、開けられたらその穴の中にこれを通します。こんな感じでこっちも通します。で、こんな感じで通すことができたらこう開きます。よいしょ、こんな感じで開きます。はい、そうするとくるくるくるって回せるようになります。こんな感じで、今回はこの紙厚紙でやったんですけど、普通の画用紙でやってラミネートをしてもいいし、あとはもうちょっと分厚い、これはね結構薄めの厚紙なんですけど、もっと厚いのでやればもっと強度が上がるので、心配な人はめちゃくちゃ分厚い厚紙でやるかラミネートしてください。はい、これを作っていきます。よし、完成。はい、ということで今日は誰のパンツというテープサートをやってみました。トイレトレーニングは早い子で1歳半ぐらいからおむつ外れる子もいるんですけど、やっぱりねそれは子供のペースに合わせてゆっくりやっていったらいいと思います。個人差がかなりあるものなので、焦らず楽しくできるようにやっていけたらいいと思います。トイレができたらシール貼るとか、できたら何かご褒美を作ってあげるっていうのも大事だと思います。逆にできなくてもね、トイレに座れたこと
ことだけで褒めてあげたりとか、小さなことで少しずつ褒めてあげて、トイレがね嫌だなーって気持ちにさせないようにしてあげましょう。活動の前とか活動の後とか活動の区切りの時にトイレに座るように声かけて、タイミングが合ってねたまたま出ればすごいねってたくさん褒めてあげて、出なくてもトイレちゃんと座れて偉いねっていう感じでどっちも褒めてあげるようにしましょう。でだんだんねタイミングが合うようになってきたら、その一人一人のトイレの感覚に合わせて個別に声かけてあげたりとか、トイレ前のムズムズムズってする感覚を先生に伝えられただけでも褒めてあげるといいと思います。はい、ということでね、今回はトイレトレーニングを楽しく進めるためにお姉さんパンツに興味を持ってもらえるようなテープサートをしてみました。よかったら真似してみてください。節分の時とかね、鬼のパンツの手遊びも使えるのでやってみてください。ちょっと時期外れなんだけど。はい、ということで、この鬼さんの髪の毛がすごいイケてるねって思った方は高評価、グッドボタン、いいね、親指押してもらえると嬉しいです。ではバイバーイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。